はい、どうも、さきです。今回のこの動画ではですね、僕が見させてもらっている患者さんでまた一つ新たな発見がありまして、まあ、それについてですね、シェアさせてもらおうと思っております。はい、本人さんのですね、まあ、やりたいように一回させてみるとですね、新たな発見というのは生まれるんじゃないか、そういうお話です。はい、僕がですね、見させてもらっている患者さんの一人に、まあ、小柄なおばあちゃんがおるんですね。はい、まあ、その方は、まあ、特徴としてとにかく落ち着きがないんですよ。ずっとうろうろしてるんですね。はい、まあ、かといって、まあ、こう拒否があるわけでもなく、こう不安傾向にある、そういうわけでもなさそうなんですね。はい、見た感じですけれども、はい、まあ、かといってこう言葉でこう会話のキャッチボールっていうのは、まあ、向こうにはまあなんかこう伝わる部分もあるんですけれども、向こうからのこう返事返しっていうのはなかなかちょっとこっちには伝わりにくいというかね。はい、言葉で表現するっていうのがちょっと苦手、はい、そういう機能は衰えてしまっている、そういう方です。どうも外に行きたがるっていうのはね、なんか強い、外に行きたいっていう願望が強いのかなというふうに思ったわけですね。だから治療院からこう出てですね、外に行きたいみたいなこう行動、こう仕草がね、結構見て取れたんで、この間ですね、雨降ってない日に行ったんですよ。この治療院で施術をするっていう形じゃなくですね、もちろんご家族さんとか周りの人の許可を取った上で、外で落ち合うということを一回してみました。そんなに外に出かけたいならみんなで出かけようじゃないかみたいな感じでですね、行ってみました。はい、まあ、広い公園がありまして、まあ、そこだったらまあそんなにねこう密になることもないかなとかね、まあ、マスクしてたら大丈夫だろうと思ったんで、まあ、ちょっとある広い公園に出向いたわけなんですけれども、そこでのねこう本人さんの行動っていろいろ観察してみたんですね。そしたらね、まあ、とにかく歩くんですよ。はい、1時間以上多分ねずっと歩いてたと思いますね。本当に右足がね今こう最近あんま良くないというかね、なんか痛そうにしてるんですよね。だからなんかね、まあすごい引きずって歩くとかそんな風な感じでもないんですけど、ちょっとかばいながらね、はい、右足がこう若干気になるなっていう状況で歩いているというような感じなんですけれども、それをねしながらもですね、ずっと歩いてるんですよ。しかも楽しそうに、めちゃくちゃ。はい、でやっぱりこうね、たまにね、あ、痛そうみたいな風にしてるんでね、ちょっと休憩しますかとか言ってね、ベンチに座らせたりこうしてみるんですけど、こう座ってもうすぐまた立つんですよね。はい、次行こうみたいな感じで、はい、次行こうみたいなことを言ってまた歩き出すんですよね。まあ、その人のねこう生活背景とかを見てると、やっぱりこう施設さんに入っている方ですから、まあ、なかなか自由に外もでいけないし、まあ、こういうコロナの影響でなかなかそういうね、施設さん側もちょっとその辺がガードが固くなっちゃってるみたいで、なかなかねこうそういうチャンスっていうのも少ないタイミングだったみたいです。それもあってかね、こう外で自由にしていいですよってなったらですね、もう解放された感じで、もうねガーッととにかく歩いてましたね、最後の最後まで。はい、でもうすぐ帰りますよみたいな話になってもね、いやまだ歩くよみたいな感じのね、本当にそんなテンションだったんですよね。帰りの車も乗ろうとしないし、はい、そんな感じでした。だからまあよほどね、なんかその方にとってこう歩くことっていうのは発散につながり、ね、足の痛みね、まあ、多分、まあ、痛み感じながらもでしょうけどね、それよりも歩きたいっていうね、そういう意志の方が強かったんだなというふうに僕はね、それを見てて、ちょっと感じたわけなんですね。これは新たな発見だなと、こういうのをなんか治療に取り入れられへんかなというふうに、まあ、ちょっと今後僕はね考えていこうと思ったわけなんですけど、例えばそういった右足が痛そうだとか、施設さんにおるからっていうんでですね、外にねこう出すのをね断念させるっていうね、風にしてしまうとですね、こういう発見もなかったのかなというふうに思いますんで、まあ